サバイブ・イオは、ジャスティン・キムとニック・クラークによって開発された無料のブラウザベースのオンラインバトルロイヤル TPS。2017年10月にウェブサイト版が、2018年10月に iOS 用、同年11月には Android 用がリリースされた。最大100人のプレイヤーが様々な武器や装備などを駆使して、最後の一人になるまで戦い抜く。 バトルロイヤルゲームである。ゲームの構成自体は、他の多くのバトルロイヤルゲームと共通であるが、PUBG や、フォートナイトなどと違い、ダウンロードが必要なく、低スペックな機器であっても快適にプレイすることができる。また、二人四人でのプレイも可能で、不定期で 50VS50 50、サバンナ、砂漠、コバルト、ジャガイモ、森のモードも登場する。ゲーム開発者の一人。 ジャスティン・キムはゲーム開発中の彼らのデザイン哲学は試合の合間の時間を最短にすることでできるだけ早くゲームに参入できるようにすることであると述べた。その目的の通りリリース後 PC ゲーマーたちはゲームのペースの速いゲームプレイと短いマッチメイキング時間を称賛しこのゲームを最も楽しい VR ゲームの一つと呼んだ。プレイヤーがゲームモードを選択すると 画面が孤島のランダムな地点に切り替わり、ゲームが始まる。最初は何もアイテムを持たないため、拳で箱を破壊したり、コンテナや家などの建物に入るなどして、アイテムを手に入れる必要がある。時間が経つにつれて、ガスで汚染された区域が広がってくる。このレッドゾーン内にいると徐々にダメージを受けるため、プレイヤーはアイテムを集めたり、 相手と戦ったりしつつも汚染されていない区域に移動しなければならない。相手を倒す方法として、銃、投擲物、近接武器があり、迫りくるレッドゾーンから逃げながら生き延びなければならない。死亡するか、最後の一人まで生き残ると、順位と切る数と与えたダメージ、受けたダメージと生存時間が表示される。 フィールドを侵食していく赤いエリア。ガスで汚染された地域という設定のため、この中に止まると徐々にダメージを受け、最終的には死亡する。このダメージは終盤になるほど大きくなり、防具で防ぐことができない。レアな銃や、近接武器、アイテムが入っている物資。上空を飛行する輸送機からランダムに投下されるほか、フレアガンを使用することで、輸送機を呼び出すことも可能。 拾うことで装備できるアイテム。バックパックベストヘルメットの3種類あり、それぞれに LV1、2、3の3種類が用意されている。バックパックはアイテムの所持量を増やし、ベストはダメージを軽減し、ヘルメットは後述するヘッドショット時のダメージを軽減する。レベルが高いほど効果も高い。特定の銃を使っている際に15%の確率で発生し、 ダメージが2倍、または1.5倍になる。倍率は15度に設定されている。ありがとうございます。